次に安倍智子立憲民主党無所属の会の会です今日はこども・子育て関連の質疑で、恐らくここにご参加のすべての委員、そして坂本大臣も含めて、この分野の予算の拡充、あるいは現金給付、現物給付ともの充実を求めておられる思いは変わりがないのだと思います。 まあ、そして、それゆえに、まあ、厳しい質疑もあろうかと思いますが、まあ、大臣に頑張っていただかないと。大臣こそ、その窓口、第一人者でありますので。ここをよろしくご理解の上、お願いを申し上げたいと思います。えー、先ほど来、皆さんは、主には、あの、児童手当のことをご質疑でありますが。私はもう一つの柱の保育、特に、待機児童問題から。 あるいは企業主導型保育問題まで、子どもの育ちをしっかりと支えるための保育の現状について、お伺いをしたいと思います。まず冒頭、お手元の資料を見ていただきたいですが、これは菅政権になって、新・子育て安心プランというものを発表されたものを、ここにそのまま持ってきております。 まあ政権交代、民主党から実行政権に交代以降、安倍総理のもと待機児童解消加速化プラン、そして平成30年からは子育て安心プラン、さらに菅総理のもと新子育て安心プランという形で、各々の整備目標が示されておるところで、これを全部達成すると、82万人ということで、 令和3年度以前ににその数になるとといいうことではございますまず冒頭、今日は厚生労働政務官の大熊政務官にお越しをいただきましたが、この数値でありますね、ここに書かれているのは、令和元年度末時点の数値でございますが、2020年度末、すなわち昨年の3月31日、まあ、4月1日と申しても、 いいですが、えー、その時点で果たしてこれはどこまで整備をされておりますのかというのが第一点とさらに今回菅政権の下で新子育て安心プランの必要量を算定する場合にこれは各都道府県が挙げてこられたまあ保育の実際の必要量見込みというものの積み上げで 十四万人というふうにしておられると理解してよいのか二点にわたってお願いいたします君。よろしいですか。どなたがご答弁されますか。はい。厚生労働省岸本市長。 お答えいたしますあの現時点では見込みとして72万人まででございます安倍智子さんえ。ちょっと違うんじゃないですか、現時点で72万人でいいんですか、そうすると、ちょっとこんなことで時間取らないでほしいんですけどあの、待機児童解消加速化プランで53.5で、新子育,て子育て安心プランで20.1で、単純に足しても73.6で。 おそらく2020年度末までには31.2万人というふうに、ものには書いてございますけれども、あまりにひどい答弁で、政務官、ちょっとなんとかしてくださいよ、担当でしょう、お答えください、で答えられないならし申し訳ないが、こんな事実の前提で、そんな頼りない答弁されては、質疑が続けられません、お願いします。 厚生労働省岸本お答えいたしますえ先ほど申し上げた72万人という数字はあの、これまでの実績でございまして、残り10万人についてはあの調査をいたします安倍智子さん。<laughs> 何を言ってるのかよく分からない、申し訳ないが、ちょっと止めていただいて、私の質疑の内容を確認してください。あのね 2020年度の末ですよ、年度末、2021年度の年度末、この新・子育て安心プランが始まるまでには、一体何人になるんですか、止めて、ちゃんとした答えが出るまで待ってます厚労省、答えられますか、早期止めてください。 はい、厚生労働省、岸本子ども家庭局児童虐待防止等総合対策室長、指 <laughs> 名しておりますので、どうぞ。申し訳ございませんでした。えー、約32万人の受け皿確保を目標としまして、えー、で2018年度から2020年度まで、えー、令和2年度末までの受け皿拡大見込み量は、 現時点31.2万人というふうに発行しております安倍智子さん。はいですから、新・子育て安心プランの前に、待機児童加速化プランで解消の53.5、それからその次の子育て安心プランで31.2万人になるというふうに書かれております。そそこでで確認をしただけです本当にううなるかどうかどは 残念ながらこれから質疑させていただきますから、おいおい分かってくると思います。で、えー、大熊政務官にお伺いいたしました、新子育て安心プランは、各都道府県の保育必要量を積み上げて、14万人としておられますか、お願いします大熊厚生労働大臣政務官。大変失礼いたしました、お答えいたします。 あの今のご指摘の14万人ということは、各自治体のものを積み上げということで、理解しております安倍智子さん、はい、では、大隈政務官には、各自治体から出されている、その自治体のさまざまな保育の必要量の見込みの表をご覧になったことがおありでしょうか、あのこれはもし、終わりでなかったら、ぜひ見ていただきたいんですけれども。 平成29年に待機児童というものの概念が見直されまして、例えばとりあえずであっても、どこかの保育園に行っている、それは第一希望でなくても、待機児童ではなくする、あるいは地域の認証型保育、横浜のような、そういうものも待機児童でなくするとして、その上の待機児童算定で1.2万人ということなんです。これはしかしかか子どもを預ける側から 見ると例えば兄弟2人が別々の保育園に行ったりした場合に、希望通りのところに入れない、だけど入れてるから、待機児童ではありませんねってされるのは、本当に実際的ではないんです、プラス、ご覧になれば分かりますが、年々この、とりあえず入っている保育園っていうのが多くなってきています、今、4万6000人余りです。 それを全部じゃなくても、待機児童と見るかどうかで、保育の必要量は変わってまいります。この点についてどうでしょう厚生労働省大、大臣政務官ご指摘の,あの、まあ、いわゆるです、ね、需要とまあ供給のまあ一,面一,元的一元的なです、ねえー、ギャップによるまあ待機児童というだけではなくてですね、 え潜在的なニーズやまあミスマッチという点でもで、しっかりあの目を配っていかなければいけないということは、重要だというふうに考えております。まあ、ご指摘のように、待機児童といいましても、実際に利用しているものの数というのもですねえ見ておりますが、特定の保育園等を希望しているものや、休業中のえ育児休業中のです、ね いわゆる除外4類型、これはご存じのとおり、距離の問題ですとか、あるいは育休中の方ですとか、休職していない方ですとか、地方独自のですね保育園を利用しておられる方とかということを除くわけですけれども、そういう点でのですね待機児童ということを定義させていただいております、はい、安部友子さん。 私が担当の厚労省にぜひお願いしたいのは、ミスマッチが増えているということなんです。単に数の計算で1万2千で減っているだろうではない、ましてその数すら即答できなければ、役所の仕事ができないと思います、忙しいとは思いますが、これはもう出されているものですので、きちんとご答弁をいただきたいです。次の質問に行かせていただきますが えー、この2枚目開けて、今度、企業主導型保育について伺わせていただきますが、えー、これ、事務方でも結構です、この整備目標の1枚目の中で、企業主導型保育はおのおの、この25年度から30年、それから30年度から令和3年度の前までで、おののいくらでしょう、企業主導型の担当でいいです。 ここでまた止めるんですか。ちょっとちゃんとしてはずです。またどうもね。島田内閣府子ども子育て本部統括官。 それまずあの、児童あ、待機児童解消加速ポランにおきましては、企業主導型保育所で5万人、それから子育て安心プランで、えー、企業主導型保育所、えー、6万人ということで、計11万ということで先ほど、早稲田委員もお尋ねですが、それが果たしてどこまで進んでいるかというところで、あの極めて私は事実に、 基づかない議論が行われていると思いますので、次の質問いたしますが、開けていただいて2ページ目の資料ですね。企業主導型保育事業、施設数と定員数の推移というものを、これはあの、この間の数年の審議の中で、初めて出していただきました。まあ、11万人という目標の中で、平成30年度、令和元年度、女性定員数、女性を決定した 定員数がですね、8万6354人、次、令和元年度が8万6695人、それでぽんと飛んで、令和2年度が10万5000人となるという先ほどのご答弁でしたが、そもそもこの表をよく見ていただくと、三十年度から、平成30年度から令和元年度までは、341人しか定員で、 女性決定定員で増えておりません今度、これはなぜかっていうのは、もうお時間取るので私が言ってしまいますが、募集をしなかったからであります。だから増えていないと、そしてさっきのご答弁では、令和2年度は4月から6月、1.6万人がまあ分の定員を増やすんだとおっしゃいましたが、この8万6695人 1> 1. を足してもどうあっても10万5千にはなりませんどうしてですかっていうのが1点、ならないでしょっていうのです、それからさらにもっと現実的に言えば、これは助成決定しただけで、実際の会所定員数は、下の段見ていただくと、8万4462しかないわけです。 8万4462人、どんなに頑張って1.6万人上乗せしてもですよ、ひっくり返っても 10, 10万5000にはなりません、果たしてどうやって計算して10万5000って言うのでしょう、教えてください答えられますか、そ期止めてください。 島田こども・子育て本部統括官。恐れ入ります、この 8, 8万6000の数字に加えまして、1.6でならないかということでございますけれども、1.6につきまして、これは新規に募集して追加される定員でございます、ですね、でその残りにつきましては、この既存施設が定員を増やすということで、確保していくものでございます、はい、安倍智子さん。 それではですねあの、いつもそういう曖昧なことをおっしゃるんですけど、定員数、補助した額よりも実際に解消する定員数は減っておるわけです。でね、これからおいおい増えてきますって、その見込みもなく、1.6を足してもですどう、今の令和元年度の現在の定員数に1.6を足せば、10万人しかなりません。 あの私は昨日これ、1時間以上かけてレクをさせていただきましたが、例えば令和2年10月1日時点で、実際に施設に問い合わせたところ、7万9925人の定員しかいないの、定員ですよ、定員しかない、いないんじゃなくて、ないんです、定員が。で、このあと、まだ半年あるから、ここが3万人以上増えるなんてとっても。 思えません。非常にいい加減な見通しだということを。私は指摘したいです。どうですか。はい。島田統括官。ええ、この令和元年度の会社定員数八万四千四百六十二人というのは。 令和元年度末時点で、助成決定された施設について、これは網羅的に調査を行ったものでございます。で一方で、令和2年度の会所定員数7万9925人というのは、これ、少ないじゃないかというふうにご指摘でございますけれども、これは年度の途中の令和2年10月1日時点で、 児童育成協会が定めた期限までに報告のあった施設の結果をまとめたものでございまして、これは実はすべての施設を網羅したものでございません。そのため、資料中では、あれは元年度よりも2年度の会所定員数が少なくなっているように見えるわけでございます。 でまたあの令和2年度の解消転出につきましては、これ、各施設から児童育成協会、年度を通じた事業完了報告が提出されたのに、がっちり拡散させましてです、ね、公表することといたしたいと思っております、はい、安倍智子さん、はい。それがいつ出るんですか、必ずここに報告していただきたいです、いつも1年遅れ、1年半遅れ、で論議の土台が揃いません。 ましてですねこの定員数から原因数は、先ほどの充足率見ていただけば、7割ですから、原因数は6万人弱なんですよ、整備した、整備したと言っている、報告がないからまだわからないと言っている、でも、原因数は6万、これにまあ整備目標10万5000っておっしゃいますが、私はこの企業主導型保育の、 数え方が極めてずさんんだと思うんですそしてなんとね、皆さんが令和元年度に出された8万6695人の女性枠ですよ、女性して決めた枠、これがもう厚生労働省の方では、準備した受け皿数に数えられてるんです。ものすごくいい加減だと思います。受け皿数は下にあるように 解除されたのはこれしかないんです、8万4000しか。厚労省と内閣府は数値の一つすり合わせてないっていうことなんですよ。で、聞けば、今、問い合わせているということが来るだけです、委員長にはお願いがあります、これは内閣府が把握し次第委員会に報告を求めます理事会にて協議をいたします。はい、安倍さん、はい 安倍、えー、その上で、お伺いをしたいと思いますが、ちょっとお待ちをください。この数の問題だけではなくて、企業主導型保育については、お金の問題、収入支出の問題も大きく問題があると、さっき、早稲田委員がご指摘をされましたが、私はちょっと今日の、<laughs> 坂本大臣の答弁を聞いて、正直言ってびっくりしてしまったんですけれど、私はこの企業主導型保育が資料の3枚目おめくりいただきますと、平成28年度から始まって、令和元年度まで今、返納額、すなわち剰余金が出ておりますが、毎年毎年どうしてこんなに剰余金が出るんですかということを、必ずここで質問をして、 参りまりしたそういたしましたら、この企業主導型保育がこれからまだ続くし、もっと加速化されたら、この金も使うからと、簡単に言えば、そういうご答弁でありましたが、先ほどの坂本大臣のご答弁だと、ここで余ったお金は、他の子ども・子育て関係の企業の拠出による事業に、いわば転用することができるという、 ご答弁でありましたか。ずっと余しているお金。現在。企業主導型保育の。いわゆる積立金の。総額がいくらあるか、坂本大臣、ご存知ですか。お願いします。事務方は。はい。はい。安倍智子さん。安倍さん、どうぞ。はい。 これは私も昨夜ね、担当の方、頑張っていただいて、夜、夜中に本当に申し訳ないデータが参りました。私のところに来たデータを見ると、3880億の企業主導型の3855億円、これは企業主導型だけの特別会計で事業主拠出分財源のみのいわば、 積立金残高3855億円となっておりますが、これは大臣じゃなくても実務者サイド、確かにこれでいいですか、いただいたのが昨夜遅かったので、今日資料間に合いませんでした、でも、ここにその数値を見ますと、これは令和元年度の決算の積立金残高3855億円、いかがでしょう。 島田統括官、はい、令和元年度の決算ということで、えー、歳入歳出の差,差収支ということ、それから積立金、その結果として生ずる積立金残高は3855億円ということでございます安倍、はい、さん、はい、先ほど、早稲田委員は、多分その前年のを見ておっしゃったんではないかなと思いますが。 現状で令和元年度の決算では、3855億円の積立金残高が、この事業主拠出財源であるわけです。坂本大臣ね、これは多分ご存じがないと思うんです、それで企業主導型保育から余ったお金だけではないかもしれません、あの私もいろいろ会計の区分を見ても、よくわからないのです。 私に分かることは、毎年500億以上のお金が企業主導型から余っているという、それで全体に示された令和元年度の決算の最終的な積立金残高が3855億円、企業主導型保育、企業拠出の積立金の残高です。これを確認ししてていいたただきたい事実として 大臣も今日初めて聞かれたかもしれません、もしかしてご存じだったかもしれませんが、いかがでしょう。本大臣 え先ほどお答えしましたとおり、一時的にあの積立金に積み立てられ、そしてその後、拠出金を財源としている各事業に充当されている、そして今、数字が出ましたけれども、その積み立てが3855億円ということでございましたあの今後、もう一度、事務方としっかり整理をして、そしてご報告をさせていただきたいというふうに思います、はい、安倍智子さん、はい。 あの私は尋常な額ではないと思うんですね、この3855億円という額はですね、それで大臣は先ほど、今後は他の事業にも回すかのようなことをおっしゃいました、開いて4ページ目の資料を見ていただきたいですが、この事業主拠出を充当する事業で、大きく4つの区分がございます。児童手当 地域子ども・子育て支援事業、企業主導型保育事業、保育の運営費と大きな区分で、私は区分ごとにどのくらい余ってるのか出してくださいと言ったのですが、なかなか担当が、それが難しかったようで、私の頂い,いたのはざっくりした3855億円の積立ての、まあ、今、残っているものであります。 もうょうはさまざまなご意見があってね、例えばそれを児童手当削減しないで、それに使ったらいいんじゃないのっていう意見もありました、保育の充実、保育士さんの処遇の改善に使ったらいいんじゃないの、私はね、大臣にお願いがありますが、まずここの特別会計にこれだけのお金がたまっている、おのおのどうしてそういうふうにたまってきたのか、年余にわたっていると思うんですね。この論議を機会に 大臣自ら解明して、この事業主にさらなる負担をお願いすべきなのか、私は事業主負担はいいことだと思ってます、協力していただいて、それでも、命を会計にしなければ申し訳ないと思いますので、大臣、お願いがあります、3855億、一体どこから湧いてきているのか。 私どもに分かるように説明していただきたい、そしてそれは各事業ごとで、できれば教えていただきたいがどうでしょう坂本大臣。今お答えいたしましたとおり、3855億円、まあ、これについての整理をしっかりやって、そしてまたご報告をさせていただきたいというふうに思います安倍智子さん。はい、では、のこの続きはあさって、私どもの今井筆頭が、 やってくださるとといいうこでですすので早急なご準備ををお願いを申し上げます私に頂い,いた時間で、私は今、保育の量の拡大ということを目指した安倍政権のこの間の待機児童対策に対して、待機児童についてはミスマッチが起きている、そして待機児童解消保育の受け皿づくりを、 加速させるんだってやってきた企業主導型保育を含めて、本当にどこまで整備されたのか、数が不明朗である、不明確である、プラス企業主導型にはたくさんのお金が余ってしまった、この3つを指摘させていただきました。その一方で、この保育ということに関しては、実は2000年から、 これはまあ小泉政権が始まったときから、いわゆる株式会社の参入ということも含めて、保育の規制緩和ということが行われまして、その一番の大きなものは、運用費、委託費とされるところの、保育園を運用していくところの費用の弾力運用と申すものであります。普通はは委託費費保保育育事業ににかけるお金保育のえ人件費に かけるお金、あるいは保育施設を整備するためのお金、この3つの区分があって、本来は人件費として出たものは人件費として使われるという区分であったものが、まあ、2000年からこれを弾力的に橋を渡してよいということになり、そのことによって起きている弊害が、ここにきて著しいと思うので、その点についてご質疑をいたします。 まず、坂本大臣には、前回、私が内閣委員会でお尋ねさせていただきました、企業主導型保育において、内部通報窓口というものが2019年からできておりまして、年々通報数は増えておりまして、2020年が69件でしたが、その内容、例えば何が何件とかがお分かりであるのか、そして、調査員も増やして、 立ち入り調査もしておるということでありますが、窓口自身の充実はどうなっておるのか、これは質問、投げてございますので、よろしくお願いします坂本大臣。令和2年度に児童育成協会の内部通報を窓口に寄せられた相談件数は126件となっております。主な相談内容は、1つは保育士による不適切な保育の実施。 そして2つ目は、施設運営費の申請内容に関する通報というふうになっております。児童育成協会におきまして、これらの通報等の内容を随時精査をいたしまして、児童に対する不適切な保育の実施が疑われるケースなど、調査の必要性があると認められる施設に対しましては、緊急性の高い事案を優先しつつ、すべての対象について特別立ち入り調査を 実施していいるところでございま,すまたあの、特別立ち入り調査を実施する児童育成協会の職員につきましては、現在6人でありますけれども、正規の職員3名、そして契約社員2名、派遣社員1名というふうになっております。あのまあ、今後、特別立ち入り調査の経験が浅いものに対しましては、調査における同行指導や研修を実施しながら、 特別立ち入り調査の質の質向上に努めることとしております児童の安全の確保は最優先でありまして、今後とも児童育成協会における特別立ち入り調査の実施状況等に課題が生じたときは、調査部門の体制の拡充も含め、内閣府として必要な指導を行ってまいります風智子さん。 近々が126件ともさらに増えているということで、不適切事案が多いんだと、大臣は今、虐待等々の不適切事案もあるというお話もされましたし、あるいは費用の経理の不明瞭などもあると。これは そもそもこの保育の質に大きく関わりますので、今、大臣ご答弁でありますが、これ、前回も私はお尋ねをいたしまして、さらに充実していただきたい、半分が非常勤の非正規雇用であることも問題です。そうした立ち入り調査等々をやっていただくのに、しっかりと継続性と本当の改善をしていただかなきゃいけないスキルが必要と思いますから、重ねて申し上げます。さて 厚生労働大臣、政務官にお伺いいたしますが、この昨今ですね、保育園で虐待ということが大変多くなって、クローズアップをされております。あの、保育という、本来子どもを守るという場で、保母さんたちが虐待をしてしまう保育士さんが、非常に深刻な事態と思いますが、厚生労働省ではどんな認識をお持ちで、 現在何を進めておられるのかお願いいたします。大隈厚生労働大臣政務官、お答えいたします。今先生ご指摘のあのまあ不適切保育を含めたですね、まあ子どもの虐待ですとか、えこのやっぱりあの子どもの命に直結するこの安全ということをですね考えますと、医療と同じでやはりこのまあ量ももちろん大事なんですが。 質をしっかり高めていく質を担保していくということは何より大事なことだというふうに考えておりますその点でおきまして虐待を含む不適切な保育につきましては都道府県及び市区町村の対応等に関する実態調査の実施またそれらを防止するための方策や 発生したときの対応についての手引きの作成を目的といたしまして、令和2年度子ども・子育て支援推進調査研究事業におきまして、まあ、まさに調査研究を実施したところでございます。 まもなくこれもまた発表になるかというふうに考えておりますが、実態調査につきましては、不適切な保育の事実が確認された件数およびその行為の累計や、不適切な保育の事実確認後の対応件数などを調査項目に盛り込んでおりまして、しっかりとです、ね、公表された後各自治体において適切な対応が図られますように、周知徹底を図っていきたいというふうに考えております安部智子さん。はい これも早急にお願いをしたいと思います。まもなくというのは、いつが間もなくなのか分かりませんので、こうした事態はきちんとそれを問題化して対応すれば、改善に結びつくものでありますので、よろしくお願いしたいと思います。坂本大臣にお伺いいたしますが、大臣はこの部署の担当になられてから、内閣府の子ども・子育て本部でやっていられる、自己報告の集計とか、 あるいは有識者会議の事故の、保育事故の年次報告などにお目を通したことがあると思いますが、ここで明らかなものことは、死亡事故はもう大半ゼロから2歳の間で起こっております。冒頭、今日安藤委員がご質疑でしたが、ゼロから2歳における保育士の配置基準の、特に1歳、2歳児ですね、見直しは、 3000億円の一部の手当がつかないために、ずっと先延ばしをされております。保育士の配置ということになおいて、待ったなし、特に1歳児、2歳児のこれから14万人増やして、そこに運営費補助をしようというときに、しっかりとした配置基準がないということは、大きな問題になります。今ある基準は昭和43年 に作られたものであると、あのえっと1歳から2歳が6人の子供で保育士が1人大臣考えてみてください。日本の手で6人の子供なんか見られない。それから、食事中の事故や睡眠中の事故をなかなか見つけられないということになります。先ほどのご答弁、私は冒頭ですね。もうちょっと力強くですね。絶対にこの部分の配置は？ 自分の任において実現すると言っていただきたい、1歳児、2歳児の保育のいわゆる配置基準を1対5にすること、いかがですか坂本大臣、えー。職員配置の改善につきましては、3歳児の配置改善に関しまして、平成27年度から取り組んでいます。一方であの 委員ご指摘ございました0.3兆円超の質の向上事項に含まれる1歳児の配置改善につきましては、未実施となっているところであります。<ー>教育保育保のの質の向上を進めることとは重要と考えてておりまして これらの実施につきまして、各年度の予算編成において、必要な財源の確保に努めてまいりたいと思います、一対六、一対五の問題は重々、私の方も重く受け止めております安倍さん、はいまあ、これまでの少子化担当大臣が一体どうして来られたのかですね、平成25年度からですから、この指摘は、量と質の充実の、質の充実の、 1>, 1つの項目ですから、今、重々と言っていただきましたので、即即やっていただけますよう、お願いをいたします。加えて先ほど取り上げました運営費の弾力運用で、では、人件費比率というものは、一体どのくらい普段は算定されておるのか、また、健全な運営のためには、この人件費比率を公示してはどうかと思いますが、いかがでしょう。坂本大臣 私立保育所の委託費の基本単価におきまして想定している人件費の割合はあ約8割となっておりますこれは利用定員90人の保育所を想定いたしまして全国の私立保育所における平均的な年齢構成割合を用いるなど一定の前提をおいて機械的に計算したものであることに留意が必要でございます あのそれからまあもう一つう、まあえー、保育の現場で働く人に、えー、適切に賃金が支払われることはまあ重要でありますので、人件費の割合の目安につきましてはあ、賃金が労使の協議により決定されるものであります、またもう一つは職員の年齢やあ経験年数により変わり得るものであることから、まあ、国として一律に示すということは現在しておりません。 安倍子さんそういうことを言ってるから、保育現場はよくならないんだと思います。委託費の問題で、東京都の試み、大臣もご存じだと思いますが、東京都で、まあ、東京都はいろいろな保育の見える化に工夫をしておられまして、それゆえに不祥事もよく見えるわけですが、さまざまな流用問題が起きております。例えば あのカードを勝手に自分たちの飲食に使ったりですね、カードを作って、あるいは特定の人に毎月16万円とか交通費支給したり、そういう不明瞭な、また不堅実、不正な事案が起こらないように、どうすればよいかというのの一つが、私は比率を定めなさい、人件費、そして大臣はそれぞれの事情があるとおっしゃったので、ではせめてその、 各事業所の人件費比率を見える化する方法はないものかということで、まあ、東京都の事例をご紹介をしたいと思いますが、これは要件の一つに、その財務情報等のホームページによる公表を設けて、東京都ではですね、公表をさせることによって、どのくらいの人件費が、 そこここでは払われてていいいるるかかということととううをを明らかにすすやっておりますそして、それを東京子育て子ども・子育て施設ポータルコポールというところに集約をしておりまして、そこで見ることができます。すなわち、その保育園がどのくらいの人件費で運営されているのかが、利用者から見える化されるということであります。 私は親御さんにとって保育園に預けたけど、事故に遭った、あるいは虐待された、もういたたまれません、こういうことをなくすためにも見える化が不可欠と思いますし、内閣府もここでサーチというあのホームページを始めておられますから、そこにですね、各保育所の人件費比率の財務書表も出していただいてはどうかと思いいます見見える化について大臣のご見識を伺います。 坂本大臣東京都の見える化の取り組みにつきましてはまあ重々承知をしているところでございます令和元年12月の子ども子育て会議の取りまとめにおきましてもさらなる処遇改善について必要な財源の確保や 改善努力の見える化と合わせて、引き続き検討することとされておりまして、職遇改善の取り組み状況の公表に関する多制度や、自治体における先行事例、先ほどの東京都、あるいは多制度といいますのは、介護制度の方で、さまざまな取り組みをやっていらっしゃいますので、そういったものを参考にしながら、検討をしてまいりたいというふうに思っております安部さん。 今の見える化は東京都ではキャリアアップ助成金の時にも使っておりますいい保育をより良くしたいということです最後に申し上げます今お母さんたちは保育園に預けて先ほどの事故とかあるいは不適切な保育とかそういうことで悲しい思いをして自分が働くことを諦めて保育園も入れないという親御さんが多く声が寄せられます給食もひどい内容に なっているところもあります。本当に子どもを守るためにやらねばならない大臣の役割は大きいと思いますので、よろしくお願いいたします。終わらせていただきます。次に岡本。